リンハローパラレールリニパラレルのリントです。まず本題に入る前に皆様にお願いです。よろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらのフォローお願いいたします。はい、ということで本日の本題は、シェフィーさんの体重測定と身体測定やっていきたいなと思います。はい、今までのね記録として残しているんですけれども、こんな感じ、ちょっと字汚くてすみませんね。9月1日からポンポンポンと記録まだ残ってるんですけれども、結構ね9月1日あたりから一気に成長してまして、で、その前の8月も撮ってますし、7月も多分撮ったかな。はい、そんな感じで、ね、毎月身体測定してるんですけれども、今回は12月編になります。で、身長というか長さですね、もう33センチから40.5センチになって、この間 47.5センチに成長しておりました。で、グラム数も169g から257、そして357、100g ここで増えてますね。まあ、ここでもおよそ 100g 増えていて、1ヶ月でおよそ 100g ほど増えているという状態になります。ちょっと今回どれぐらいに、ね、なるか、ちょっとまた記録つけていきたいと思います。じゃあ早速シェフィーさん出てきてもらいましょうか。ちょっと嫌かもしれないですけど、よいしょ、シェフィーさん出ておいで、よいしょ。はい、ということでシェフィーさんです。出ておいで、シェフィーさん、おとなしいね。ちょっとごめんね、スマホが倒れさちゃいそうだ。よいしょ、こうしたらいいか。オッケーオッケー。なんかスマホの重さに耐えれないのか、このスマホスタンドが。違う、床がなんかずれている。床、このタイルシートがあるのが、タイルシートがずれていたね。はい、じゃあ身体測定、まず体からいこうか。ちょっと嫌がると思うけど、頭貸してね。よいしょ。こっから、じゃあ首ぐらいにして、はい。ああ、身長はそんな変わんないんだね。49.5センチ、2センチ増ですね。おおよそ。ちょっともう一回いいかな。あ、ごめんね、今びっくりしたね。よいしょ、もう一回いいかな。頭失礼するよ。あー、ごめんごめん。あー、やだね。分かった分かった。ちょっとじゃあこっちのね、私と膝の上にいて、そこでやってあげる。あー、そう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 、ちょっとおとなしくしてて。えらいえらい、えらいよ。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 そうだね、49.5。うん、あんまり体調的には増えていない状態ですね。体調というか、身長って言ったらいいのかな、この子たちの場合。身長はそんなにって感じですね。それじゃあ次は、よいしょ。体重測定をしましょう。これもそろそろケース新しいのにしないと、ちょっともう入らんな。あー、はいはい、ごめんよ、はい、ちょっと入ってもらっていい？あー、ごめんごめん、違う違う。あー、もっと大きいプラケース買わないとかな。ちょっとプラケースがちっちゃいわ。で、今ちょっと嫌がってるもんね。あ、はい、ストップストップストップ。 OK、 落ち着いた。もうちょっと落ち着いてくれ。492。なんだね、多分身長とか体調に対してこれぐらいなんで、 49.5cm で、492g になるんで、グラムのこれ字があまりにもゼロに見えるな。よし、はい、
多分、まあ、中にね脂肪を蓄える器官がねこの子たちってあるらしいんですけれども、多分そこに脂肪を少しずつ蓄えるようになってきたんじゃないかなと思います。結構な差ですね。はいはい、あーいいよ、ごめんごめん、はいごめんごめん、あーースマホにぶつからないでくれはい、というところですかね。うん、まあいい感じに体重も増えてきてって感じですかね。前までねこの隙間入れたんですけども、頭入らなくなりましたね。頭でかくなったんだろうな、多分そういうなんだろう、おーごめんごめん、なんだろうな、そういう中の頭蓋骨の大きさとか骨が大きくなったりだとか、あとはまあ骨自体がねすごく大きくなってきたのと、あとこう触ってるとですね、ここのあばらとかがねこう分かるんですけども、あばらに関してもねこうなんか前より太くなったなっていうところはありますね。はい、この子はね、まあ、来た時から指飛びしてってね、よりこう大きくなってきて、こう指見るとね痛々しくはなって見えちゃうんですけれども、指飛びを感じさせないぐらい元気ですね。もうほんと来た時からね指飛びしそうな指っていうのは実はいくつかあって、当初の写真とかを見るとね、やっぱりここの部分がもう指飛びする可能性があるなっていうくぼみがねできていたりっていうのはあったんですけども、それでもでもこの子は全然指飛びしていようがなんだろうが元気にこうやってね歩き回るような子 でしかも人慣れもかなりしてくれていてね、まあ逃げようとはこうやってね好奇心旺盛であっちこっち行ったり歩き出したりはするんですけど、もうほぼほぼベタベタにこうやって触れることができて、強いて言うと口のねこの辺に手を持っていくと噛まれる可能性っていうのはまあもちろんありますけども、なんだろう、顔の周りもうこの子が嫌がる場所に指をやらない限りは全然余裕で触れるし、そういう感じで頭も撫でれるし、この辺多分触るとバクってやられる可能性はありますけど、やられる可能性があるところにはまあそもそも指を置かないっていう風にしてね、わざわざ口の周りなんて触る必要ないんで、何かついていてねこの汚れをね取ったりするっていうんだったら触らなきゃならないでしょうけど、普段は普通に触ってる分にはこう背中を触ることとかお腹を触ること、あとはまあ首のこの下の部分、こういうところをね触ってあげるってことはあるでしょうけど、口の真横触ったりだとか噛まれる可能性のあるところっていうのはそもそも普通触らないので、こんだけ慣れてたら十分かと思う。まあ歩き出すけどねやっぱりね、外に出すとやっぱ落ち着いていられないけど、でもね尻尾でね打ちつけてきたり、手堅くもう全然ないし、ほら本当に嫌なことすると手堅くしますよ。やめてくれって言っていることに対してずっとなんかいろいろやると手堅くバチンバチンバチンとやったりしますけど、でも普通のまあ慣れてない荒い子とかだとね、こう尻尾触っただけでも手アタックしちゃうし、尻尾触られること自体嫌がる。あともっとシュッ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 ってね言って怒ってみたりだとかしますけども、この子はもうベタベタですね。あんた可愛いね、どこ行くのどこ行くの、遊びたいんだね、この後ちょっと散歩するか。でもあなた散歩するとなあっちゃこっちゃ隙間に入っちゃって大変なんだよ。あとでベッドの上に乗せといてあげるよ。ベッドの上だったら好きに遊んでいいから。ね。はい、というところで今日はね、シュフィーさんの体重測定でございました。着実に成長しているね。で、まあ、私はね、再三結構多分動画で言ってるんですけども、爬虫類たちってね、脂肪肝とかそういう感じでね、肥満が原因で亡くなってしまうこと、まあ、動物全般に言えるのかな、肥満で亡くなるっていうのは。で肥満でね亡くなってしまうこと多いので、ご飯もねちゃんとセーブしながら管理してる状態になるので、急激な成長っていうのはしないようにはしてます。まあ美味しそうに食べるからねたくさんあげちゃいたくなる気持ちもわかるんですけれども、私は週に2回ほどのご飯の与える期間っていう形にしていて、週に2ですね私は。で木曜日いつもメンテナンスライブっていう形でねやってるんですけれども、週2回のメンテナンスライブの日にはそのメンテナンスライブの木曜日にはたくさん結構あげていて、モニターフィードっていうサバンナモニターとか、まあ、モニター系オートカゲ用ですねの
フードがあるんですけれども、そのフードを、13から15粒ぐらいですね、1回に与えていって、でもう1回は日曜日または、月曜日あたりに、6、7粒だけみたいな感じにしております。結構ね、揚げれば揚げただけ食べちゃうんですよ、割と。途中でね、お腹いっぱいになって飽きたよっていう行動はしますけども、でも結構ね、毎日ちゃんと揚げようと思えば揚げて食べれちゃうんですね。毎日食べちゃうような子たちなので、それだけはちょっと気をつけながら。で、脂肪でね、肥満とかで亡くなる場合、本当に寿命がね、サバンナモニターとかだと寿命がね短くなりやすいんですよ。でよく言われてるのが、飼育環境下だと6年ぐらいで亡くなってしまったっていうことをよく聞くんですけれども、野生下だと乾季に寝るらしいんですけど、その乾季、雨季かな、なんかその期間で、冬眠みたいな感じですね、するらしいんですけども、それでね、内臓を休めて、でその内臓を休めるまでにバク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 食べて、で内臓にね、内臓というかその脂肪をね蓄えて、冬眠みたいな感じで寝て、その期間はしのいでまた出てきてみたいなことをするらしいんですけども、それは野生下だからできることであって、ちょっとなんていうんですかね、野生下ではなくて、飼育下ではそれは難しいお話になってくるので、飼育下ではね、そういうことは行わるのはなかなか難しいと思うので、私としては逆に蓄えさせすぎないようにして寿命を伸ばすっていう形で、よく飼育下で言われてる、脂肪が原因で肥満だったりがね原因で亡くなるっていうのを抑えようかなっていうところでございます。はい、なのでね、ちょっとずつ成長をちゃんとしてるので、成長してもらいながらちょっと長く飼育できるように進めていきたいと思います。この子もね、気がついたらこんな大きさになってきて、でこの子と同じ時期にお迎えして、ちょっとシンガポールに行ってしまったサニーくん、過去に動画でね、3ヶ月前ぐらいにもう行ってしまってるんですけれども、そちらの動画でもご案内してますけれども、サニーに関してはあんまりここまで成長してないみたいですね。サニーの今体長が何センチだったかな、25とか26とか、全然この子よりちっちゃいぐらい。でも同じ時期に生まれた子なんですけど、成長の速度っていうのはちょっと違うみたいですね。でもう一人ね、一緒の時期にお迎えをした人が実は知り合いにいまして、その知り合いのところの、子に関しては、体長も、サニーと同じぐらいかな、この子ほど大きくないですね。その子はね、ちょっと札幌に住まれてる方なので、たまに会うんですけれども、会ってもやっぱり、いやシェフィー大きいねっていう話になるので、シェフィーはね、なんかこの子はよく食べてよく育ちって感じですかね。あと与えてる餌も私モニターフィードにしてますけども、そこのお家、よく会うお家ではコオロギをあげてたりだとか、でシンガポールに行ったシェフィーさんなんシェフィーじゃないサニーなんですけれども、サニーさんに関しては今は鶏肉を食べて成長しているみたいな。ただ鶏肉もそんなに脂肪も多いわけじゃないですし、ただ私があげているモニターフィードも別に脂肪が多くなくて、タンパク質がメインになってるので、その子その子による成長の速度っていうのはあるかもしれないですね。ここはちょっと個体差っていうところだと思います。そういう個体差を見るのもね、面白いところでございますね。はい、そんな感じです。また来月ね、1月1日に取れるかどうかわかんないですけど、1月もこの子の成長記録はね、取っていきたいなと思っておりますので、よかったらそちらの方お楽しみにしていてください。またね、この子たち以外の成長記録っていうところ、身体測定してるのはこの子だけにはなるんですけれども、他の子たちもね、動画上げていきたいと思いますので、よかったらそちらもお楽しみにしていてください。本日は以上となります。よろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方もね、見てみてください。これからもね、また動画たくさん上げていきますし、過去にもたくさん動画上げてますので、よかったらそちらも見てみてください。ということで、以上リントとシェフィーさんでした。シェフィー、前見てごらん。シェフィー。見れないね。
どっちが前か分かんないけど、ほらカメラ見てごらん。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リンコでした。バイバーイ。